このライブ配信アプリの戦国時代、まさに今。どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい、ということでですね、また少し動画更新の頻度が下がってしまいましたが、大丈夫でございます。本日は私かげろうですね、新たな試みを始めましたというお知らせをしたいと思っております。それ何かと言いますと、ライブ配信をですね始めたよという、今更かよというふうなこともあるかと思いますけれどもですね、私的に初めての試みでして、ライブ配信を始めたようなので皆さん遊びに来てというお話をですねさせていただきたいと思います。本日の動画の内容はこのような流れでお送りいたします。はい、ライブ配信を始めたよ、 YouTube を食うかもしれない、このライブ配信アプリの戦国時代、まさに今ということとですね、もう一つ、今かげろうチャンネルでやってるですね、爆竹祝35周年、爆竹の歴代のアルバムをみんなで一緒に聴こうという企画やっているんですが、今ちょっとストップしています。それをですね、一緒にライブ配信アプリの方で一緒に聴きませんかというご提案、いやお誘いでございます。はい、その2つでお送りしたいと思います。はい、ということで、今大変勢いのある SNS にですね、ライブ配信アプリというものがありましてですね、今まで私もですね YouTube で生配信とかやっておりましたので、なんとなくねその感覚っていうのは分かっているんですけれども、まあそれをもっとね手軽にスマホ1台で完結できる、ライトな感覚でできちゃう生配信ということでですね、今ものすごい、YouTube を食っちゃうんじゃないのっていう勢いで、様々なライブ配信アプリが乱立してるわけなんですございますね。すごいです。いやざっと数えたんですけれどもですね、17種類ぐらいアプリがあってですね、まあ、代表的なところで言うと、ふわっち、ハクナ、17ライブ、これ有名ですよね、ショールームとか、ポコチャ、ビゴライブ、プーン、アイリアムっていうのかな、あとピカピカ、トークライバー、ミックスチャンネル、ツイキャス、ツイキャスもね有名ですよね、ラインライブ、ライブミー、ミラティブ、リアリティ、 TikTok ライブ、 TikTok も有名ですよね。ものすごいですね。とにかくライブ配信アプリがすごいたくさん出ていて、まさにライブ配信アプリ戦国時代という感じで、これって何かというと YouTube が始まった当初のその盛り上がりに似てるというふうに言われてるですね。なのでもしかしたら今後 YouTube を食ってしまうんじゃないかとさえ言われている感じでございます。なのでですね、私もですねかげろうチャンネル始めたのがですね、まあ丸3年前なんですけれども、まあ始めたきっかけは、まあ何気なくね爆竹が好きだったので、爆竹の曲ベースで弾いてみたやつを弾いてみた動画として上げてみて、やってるうちに3年続いちゃったっていうところはあるんですけれども、爆竹オンリーを取り扱ってきたというところに関しては、そこはですね私も自信を持ってこのチャンネル皆さんに提供できるところではあるんですけれども、もう少し広がりが欲しいなというふうに思ったんですね。このチャンネルでは爆竹しかやってきていない、でいきなり他のことをポコって入れたところでですね、多分ちょっと見てくださってる方はあれと思っちゃうんじゃないかなっていうふうに思いました。でもちょっと私的にも幅を広げてみたい、そんな思いから今回ライブ配信アプリというのをですねやってみようというふうに思いまして、ポコチャでですね配信しております。もうすでにアカウント取ってですね毎日配信に挑戦しているところでございます。頑張ってるところでございます。なぜポコチャかというところなんですけどもね、ポコチャ僕まだこんだけアプリあるんで選びきれないんですよ。もう正直どこがいいかわからない。なのでライバーって言うんですけどね、ライブ配信する人のことをね、見てる人のことをリスナーって言うんですけれども、ライバーになるにあたってどうしたらいいかわからない。まあググったところですね、やっぱりこう事務所に着くのが早いんじゃないかといった風に書かれておりまして、まあ事務所に着くとまあマネージャーさんがついていろいろなアドバイスもしてもらえますし、まあいいのではないかということで、まあダメ元でね応募してみたわけですね、ライバー事務所さんに。でそしたらですね、なんと私通りまして、かげろう通りましてですね、バンドマンで元僧侶で、YouTube チャンネルやっておりますみたいなね、そういう肩書きでね書いたら通りまして、そこのまあマネージャー様にですね、おすすめいただいたのはこの今やっている配信アプリポコチャでございます。
はい、これですね、まあ、あの毎日配信しないとランクがどんどん下がっていったりねするもんですから、とにかく毎日配信しないとと思ってリソースを割いていて、 YouTube がちょっとおろそかになっていて申し訳ないんでございますが、まあまずその世界も広いもんでですね、いろんな人がいてですね、ここではあの爆竹好きの方が大半だと思いますので、それはそれで気心が知れていてとても居心地がいいんですが、ライブ配信の中でもかなりいろんな方がいらっしゃるので、それはそれで刺激になります。はい、まあ何かのねきっかけになればいいなということとですね、やはりこう私的に夢がやっぱありましてですね、幼い頃からやはり私バンドマンじゃないですか、やっぱりバンドでご飯を食べたいと思っていた人間、食べれずに40過ぎまで来ております。もしかしたらワンチャンですよ、わからないです。ライブ配信アプリで何かまた夢がつかめるんじゃないか、ライブ配信アプリで楽器を演奏することでまたいろんな人に見てもらえるんじゃないかというふうにですね思いまして、もしかしたらなんかまた夢が叶うことがあるんじゃないかというふうに思いまして、頑張ってみようかなと思っている次第なんでございます。でここで皆さんにお願いがあります。お願いがあるんですけれども、皆様ぜひですねこれを見ていただいた皆様ですね、ぜひこちらからですね、こちらの QR コードからポコチャをダウンロードしていただきつつですね、私のところをフォローしていただいて、私の枠を、枠って言うんですよね、私のチャンネルを生配信している時の番組、枠っていう風に呼ぶんですが、その枠に遊びに来てください。そして応援してください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日二つ目のですね、今かげろうチャンネルでやっている絶賛ね企画やってるね、一緒に爆竹の歴代アルバムを聴こう大会、これ爆竹35周年祝ということでですね、やって順番にアルバム順番に一緒に聴こうって言ってやってるわけなんですけれども、やっぱり長尺じゃないですか、見てくださってる方ももちろんいらっしゃるのでありがたいことなんですが、長尺動画であり皆さんも準備をしなくてはいけないというお手間を煩わせますし、イヤホンしますのでね、僕の声しか入ってない動画を見ているというような状態になるので、一緒に聴いてる感っていうのは本当にあるのかどうかっていうところもちょっとこうクエスチョンもあって、これだったらですねポコチャでやったらどうかなと思いまして、ポコチャだとね、ポコチャはジャスラック契約してますので音楽流せます。なので爆竹を一緒に聴きながら、あーだこうだ喋りながら雑談をしながらね聞くことができるので、こっちの方がいいじゃんということでですね、試しにこの間ですねやってみました。第8回になるのか、本来なら YouTube で69一緒に聴こうやろうと思ったんですが、69は70分超えの大作のアルバムでして、これをですね、まあ、YouTube サイズでやるというのはなかなかちょっと大作だなと、長尺すぎるぞということで、生配信だったら、まあ、時間を忘れてできるかなというところでやって、で、Twitter と YouTube で、一応ね、急遽だったんですけれども、お知らせしたところ、何名か来てくださって、ね、爆竹ファンの方が来てくださって、一緒に69を聴きながらですね、ワイワイガヤガヤと、過ごさせていただきました。ありがとうございました。本当に来てくださった方々。なので、これ以降ですね、一緒に聴こう大会、爆竹のアルバム一緒に聴こう大会はですね、ポコチャでやっていこうかと思っております。なので、ぜひ、ポコチャをダウンロードして、このカゲロウ、私カゲロウですね、フォローミーでございます。で、前回やった、69のアーカイブは、一応、そのポコチャの方で残してますんで、こちら見ていただくと分かると思うんですが、こちらで確認できますね。もしよかったらこちら見てみてください。はい、ということでですね、本日はかげろうチャンネルにですね、私かげろうが新しい試みであるライブ配信に挑戦してみました。ぜひそちらに遊びに来てください、登録してください、フォローしてください、よろしくお願いします、応援してくださいということを告知する動画でございました。またこちらの YouTube をねもちろんやっていきます。 YouTube の方でも継続はしていきますので、こちらではまた爆竹のねまた違った角度からの、ね、動画とかですね、分析動画とかですね、今までの通りやっていきたいと思っております。こっちはこっち、 YouTube は YouTube、 ポコちゃんポコちゃんで生配信は毎日やる予定です。そちらの方もチェックよろしくお願いします。ということで、そんな感じでご報告でございました。それではまた動画でお会いしましょう、もしくはポコちゃんでお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。爆竹35周年おめでとうございます。もうすぐデインクエスチョン、いえ、yeah.